はい、お待たせしました、陣内です。アサシンクリードブラザーフッド続きをプレイしていきます。この雰囲気めちゃめちゃ綺麗。今回はレオナルドミッションに行こうと思います。あれですね、殺戮兵器をぶっ壊しに行くぜ。テンプル騎士を倒し、まずはあ、でなんかピストルで倒してましたね。了解。犯罪者が刑場に引き据えられた後、一般市民は手出し無用に願いたい。死刑囚のエルコレはその道の専門家であり、先週の水曜日に死刑囚があっさりと死んでしまったことには、いたいたいた、あいつだ。違うな、裏から回ってこう。ほんと綺麗だなこの衣装が。ほんとこの衣装お気に入りなんだよね。あれっと、ん、弟子を使ったら楽なんだけど。ほらやった、よし。おいしょっと、この辺にあったあったあった。よし、今なんて出てたの。今なんか弟子がどうのこうのって出てたんだけど、ちょっと馬を呼ぼう。埋まってるぞ。よし、あっちに兵器があるらしい。あの門かな。どうした、ここだ。馬に乗ったまま大丈夫、大丈夫なんだ。よし、今回どんな兵器だ。まあもしかしたらまた同じパターンなのかな。1個爆破してもう1個奪う感じなのか、それとも1台こっきりなのか、何台もあるパターンなのか。バリエーションがねいっぱいあるといいんだけど、嬉しいんですけどね。ワンパターンだとやっぱりちょっとね、アサシンクリード1とかはねゲームプレイかなりワンパターンだったので、二の舞は勘弁しようし。探検がね、包丁みたいなやつかっこいいよね。てかあんなボウガンをさ装備して街を歩いててみんな怖がるでしょ普通。モンテチルチオ戦車、戦車って、おお眩しい、かっこいい。なんだあれ、これはこの世に存在していいものではない。戦車使用中にダメージを受けない、何言ってんの、めちゃくちゃ言うな。かっこいいな、戦車の建築家を探す。今度は地図じゃないんだね、設計図とかじゃなくて建築家を探す。建築家ってレオナルドじゃねえの、あの人か。発明品には警備をつけ、密偵は捕らえました。不届きな盗人には罰を与えてやらないとな。そうだな、あ、尾行するのね。わかった。今度は尾行するよ。よし。同じ失敗は繰り返さない。All you need is kill だ。見つかるとシンクロが解除。製品には警備をつけ、密偵は捕らえました。届きな盗人には罰を与えてやらないとな。誰のことだ。これくぅむず、見張りだらけ。こう登ってだな。
むずいぞ。これむずいぞ。危ない危ない。あの上にもいるな、見張り。あの見張りが向こう向いたらよし。やばい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 。おらやった。大丈夫か。危ねえな、おい。むずいぞ。で、まあ向こう入って扉が閉まるんじゃないので、脇から攻めるみたいな。あの旗まで赤くなるのかよ。上を見たいんだけど、上見れないね。目立たぬ場所まで建築を尾行する。やばいよ。大丈夫か。ほらやった。ここを登れば建築が見えるかな。いた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 。建築を殴って、殴るのね。一回降りないとだな。ほらほら。どうしろと。武器の設計図はどこにある。どこにある。反対側にある机の上だ。じゃあ実物はどこにある。死ぬものか。だがお前だけでどうするんだ。なら来るんだ。待て待て、捕虜が3人いるんだ。設計図と反対側のローだ。役に立つぞ。よし。なるほどな。逃がしちゃっていいのか。やばい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 。写真プレートを装備して。待て。おい、やばいやばいやばい。違う違う違うでしょ。上登ろう。上にもなんか見張りがいそうなんだけど、いるね。あーダメなんだ。そうなんだ。このミッションほんと弟子が呼べないな。弟子が呼べないとほんと辛いわ。ここに設計図があって、よし、奴隷を解放する。奴隷ではないか。見張りがいるんだよ。眠ってもらおう。眠れ、安らかにな。そしてこっち側にもいるから、あれはちょっと考えないとな。こんな感じで。めちゃめちゃ慎重なプレイ。あ、向こう行きやがった。慎重に行こう。慎重にな。歩くの遅えな、おい。静かにしろって。下から来そうだ。あ、止まりやがった。向こう行って、向こう行っちゃうと敵がいっぱいいるから。おいおいおい、ここも調べるか。暗殺。よし、お前たちを解放する。ダヴィンチの機械はどこだ。こっちだ。隠し通路になっているが、入り口は見つけてある。なるほど。こっちだって言い方おかしいだろ。よいよ、二人か。護衛しながら護衛すんの。そうなるよな。おい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 、痛い。煙玉オンライン。眠れ眠れ。ほら、煙玉マジ強い。ほらこうやって来い。
これかかってこい。あれ裏を取ってたな。あれよし、裏は取れなかったけど煙玉装備しとこうよし行こう。何痛い、味方にやられたぞ。よし眠れ眠れ眠れ、かかってこい。うわっ参ったか。さてどっちだ、ここか。セーザルはこいつを戦力の中心に据えるつもりらしい。奴の軍勢はシチリア奇襲の準備で大忙しさ。そんなことをさせるか。阻止してみせる。ここを降りるのか。あ、はしごがあるのね。なんとか門を開けないと。俺に任せろ。なるほど、俺に任せろ。これかっこいいな、なんか落ちたらやばそう。まあでもなんか水っぽかったけど、かっこいいな、なんか雰囲気。危ない、焦ったレバーどこだよ。ここはまだ行けなくなってるからこっちに戻って、あったレバー、これだな。レバーって感じじゃないけど、さらに戻らなきゃっぽい。いや来てるね、宝箱あるじゃん。いただきま、あじゃよし、レバーを見つけて扉を開く。待って待って、入り口はさっき見つけた。よし、俺こんなね、ザ足場みたいなの残してるってあたりがおかしいんだけど。あ勢いで行っちゃダメだね。これはめんどくさい、一度落ちるとめんどくさいな。お、でも宝箱見つけた。不幸中の幸いというやつ。怪我の功名かもしれない。よいしょっと、こっからはまだいけない。よし、リトライだ。オーケー、落ち着いていくぞ。もらった、もらった。遅刻寸前だったな。試すのはよせ。よし、さあ来い。急ぐな、お前ら。傭兵たちが渡れるように橋を下ろす。俺が橋を下ろす。どうやって？上から行けるのか？ここだな。なるほど、なるほど。よし、オッケー。バランスが悪いな。よし、さあ来い、
先へ進むぞ。ここを登るのか。さて、戦車のお披露目タイムかな。俺が使うのは予想済みか。当然操作説明はなしか。変身。楽しんでるな、あいつよ。おいおい、おら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 、どうしたどうしたどうした、痛い。基本的には L1 で、もうすでにダメージを受けちゃったからシンクロ率は今 50% ってとこだね。ほらほら、あいつらがかかってこないから。よし、進め。よし、当たった。よしよし、楽しいけど、なんか他になんかできないの。ん、何これ。お、 FPS やばい、これは楽しい。ほら、ほら、破壊した大砲が全然あれなんだけど、まあいいか。命中。他のあれはないの？わざわざ。ほら、ほら。無敵だ。俺は無敵だ。があるとめんどくさいな。 FPS 行こう。うわ、敵兵がいっぱい。撃て。よし、当たった。ほらほら、ちょっと操作が難しい。頑張ってくれ、頑張ってくれ。あれ、一応、ああ、ちょっと待ってくれ。よし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 、前とかがわからないから。よし、ほら、やった。ボルジアの戦闘兵器を破壊する。なんだそれは。ほら、強すぎる。楽しいな、これ。これはぜひアサシン教団に寄贈してほしいが。うわ、なんか、何このボス戦みたいな広いステージ。向こうも故障しているかもしれんぞ。なんてこったい、なんてこったい。やばい、狙われてる。ほら、いて。ほら、いいぞ、あと少しだ。ほら、無敵だ。このさ、360度の大砲をもう360度ぶっ放していきたいんだけどな、本当。これさ、よく見ると大砲ごと回ってるから、後ろの方の大砲とか全く使ってないんだよね。ほらほら、なんだあれは。いいぞ。ほらほら、覚悟を決めろ。これか。やばい、動き出した動き出した。こいつ動くぞ。よしよしよし、暗い暗い。あ、もう一台いるし、やばい。よし、
ああ、よし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 。エルサレ軍は大打撃を受けているぞ。これ何台もあるぞ。ほら。ほら。ほら、アクス外した。よっしゃ。これは楽しい。これどうすんの？放置すんの？いや、それはダメでしょ。せめて破壊しようよ。なんだ？この大砲であいつを眠らせようってことだな。ああ、名残惜しいが。本当にな。本当に名残惜しいぜ。でもまた作れちゃうんじゃないの？だってあの建築家を逃がしちゃったよね。いやー、仕打ちにダメージを受けないのは無理でしょ。許せダヴィンチ。いや、楽しかった。ダヴィンチミッション楽しいんだよね。これ戦車とか、この間のあの馬車のね、撃つ時とかも。よーし、ということでミッションクリアだ。はい、ということで、そうですね、いい時間なので、一回切りたいんだけど、レオナルドが近くで会えるかな？近くはないな。ということでね、今回ここで切りたいと思います。次回はストーリーを進めていこうかな。それともレオナルド兵器あるかな、まだ。あ、あるね。あるけど、まあ次はとりあえずミッション進めていこうかな。レオナルドはどこにいるんだ。レオナルドね、どこで会えるんだ。あ、ここだ。まあ、とりあえずね、次回ミッション進めていきます。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。